までゴールを目指すよ。カマキリ太陽ね。小さい体で障害物もするりとかわす。テントウムシ坂道、ボール、ビー玉、細い道を誰が一番早くゴールできるかな。優勝者には昆虫ゼリーをプレゼント。グッドボタンで応援してね。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。それじゃあ位置についてよーいドーン。いけないけない負けないぞ。僕だってみんな待って。ボールを倒して進め進め。ああちょっとビービー押さないでよ。ビー玉なんてへっちゃらだ。カブトムシさんそっちじゃないよ。サンサンしっかり。みんな待ってよ。おりゃおりゃおりゃ。昆虫ゼリーに一直線だぜ。今日もは決まったか。余裕余裕。今のうちに抜かしちゃえ。ゴー。勝てる者はいないぜ。わかったから。あとはプリルのカマキリさんだけだ。ビー玉どいて。プリル頑張れ。あれうまく進まない。カマキリさん怪我しちゃったの。よいしょ。あ進んだよ。このままゴールだと思ったけどやっぱりダメみたい。みんなで応援してあげよう。なかなかやるじゃねえか。あともうちょっと。おっと弾がゴールの線を越えたぞ。やっとゴールできた。優勝はテントウムシ。やった悔しかったけどすんごく楽しかったね。次は絶対優勝するぞ。僕も今から第2回戦やっちゃおう。そうだ。教えてあげないよ。じゃん。クモリン、チョコエッグ食べよ。やった。お、うまそうなもん発見。あ、ノイズ。返してよ。やだに。いただきます。僕たちのおやつが。二人ともどうしたの？ノイズにチョコエッグも食べられちゃったんだ。またノイズに意地悪されたのね。じゃあチョコエッグを作っちゃいましょう。作れるの？じゃーん。これがあれば簡単に大きなチョコエッグが作れちゃうわよ。風船とペットボトル？そうよ。恐竜のグミを入れて巨大恐竜チョコエッグにしちゃいましょう。やったー。上手にチョコエッグができるようにグッドボタンを押してね。風船が割れてお部屋が汚れちゃう可能性があるから真似をするときは気をつけてね。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。風船は水できれいに洗っておいてまずはチョコを溶かすわよ。はい。ボウルにチョコを割りながら入れてね。わかった。このまま食べちゃいたい。あーくもりんダメ。そしたらお湯を入れたボウルの上にチョコが入ったボウルを置いてチョコを溶かしてね。大人の人と一緒にやろうね。どんどんチョコが溶けていくよ。この調子よ。できた。次は溶けたチョコをペットボトルに入れるわよ。2つ使うの？そうよ。1つは半分くらいに切ってもう1つのペットボトルの口の部分とくっつけたらここからチョコを入れてみて。うん、わかった。下のペットボトルにチョコが入っていくよ。ほんとだ。チョコが全部入ったら風船を膨らましてチョコを入れたペットボトルに風船の口をはめたら
逆さまにしてチョコを風船の中に入れてね。風船が割れそうで怖いな。ゆっくりやれば大丈夫。風船を動かしてチョコを全体につけるのよ。この風船の大きさのチョコエッグができるんだね。そうよ、できたよ。そしたら風船の口を結んで冷蔵庫で固まるまで冷やしてね。チョコが固まったみたいだよ。それじゃあ結び目をハサミで切って風船を剥がしていきましょう。チョッキン、ペリペリペリ。上手にできてる。チョコエッグの上に穴を開けてグミを入れましょう。どうやって穴を開けるの？包丁の先を温めてゆっくりチョコに当てるのよ。これは絶対に大人の人にやってもらってね。はい。はい、できたわよ。よし、たくさんグミを入れちゃうぞ。僕だって。カラフルなチョコを入れても面白いわよ。これだよ。わあ、虫だ。さあさあ、これグミよ。なんだ、びっくりした。このグミを入れてノイズを驚かせるんだ。いいね。最後にチョコペンで模様を描いて巨大恐竜チョコエッグの完成よ。虫も入ってるけどね。風船の周りにチョコをつけてもチョコエッグの形になるから試してみてね。じゃあノイズを驚かせに行こう。おお、ノイズ。なんなんだ、チョコエッグならもう食べちまったぞ。そうじゃなくて、これノイズにあげる。なんだ、俺様にプレゼントなんて珍しいじゃねえか。食べて食べて。怪しいな。まあいっか、いただきます。なかなかうめえじゃねえか。そうでしょ。なんか中に、いやー、虫だー。こんなもの食べられるかよ。あ、ノイズ待って。無理って教えてあげる前に逃げちゃった。ノイズは虫が苦手なのね。まあいいや、僕が食べちゃおう。そうだ、美味しいから食べてみて。カロリー、今日はみんなでスイカを食べよう。やったー、夏といったらスイカだよね。よし、じゃあみんなに分けられるように切ろう。ちょっと待って、つくも。スイカいらないの？そうじゃなくて、せっかくだから今日はスイカアートに挑戦しましょう。スイカアート？スイカを使って顔や形を作るのよ。え、何を作るの？それはできてからのお楽しみ。何ができるか気になる子はグッドボタン。今日は小さなスイカで作っていくわよ。スイカと好きなフルーツを用意してね。まず真ん中に向かって切り込みを入れて、さらに斜めに切っていくわよ。包丁を使うときは大人の人にやってもらってね。中身は丸くくり抜くわよ。計量スプーンを使うと綺麗な丸になるわよ。これなら僕たちにもできそう。どんどん振り抜いていこう。綺麗に取れたわね。ちょっとっと、わー、転がっちゃう。ここからは作業が細かくなるから、こうやって下の部分をまっすぐに切って転がらないようにしておきましょうね。なるほど。さあ、次は口を作っていくわよ。緑の皮の部分を剥いていって、白い部分をジグザグに切っていくわ。大きなお口、このギザギザだ。誰を作っているんだろう。もうすぐわかるわよ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。次は目を作っていくわ。まっすぐに切り込みを入れて、大きな半円と小さな半円の線を入れていってね。皮の部分だけ切るようにするのがポイントよ。難しそうだね。包丁は大人の人にやってもらいましょうね。果物の皮を剥くように大きな半円の部分だけを剥いていくわよ。反対側も同じように切ってね。あれ、この目見たことある。さあ、あと少しで完成よ。さて、次は角を作るんだけど、どの
フルーツを使ったらいいかしら。じゃあバナナにしよう。いいわね、バナナにしましょう。半分に切ってここにこうやって刺しちゃおう。あれ、落っこちちゃう。どうしたらいいの。そんな時はこれを使うのよ。爪楊枝。爪楊枝を刺してからバナナを刺せば、ほら上手に刺さったわ。バナナは柔らかいから爪楊枝を2本使うと固定しやすいわよ。くぼりもやってごらん。やってみる。こうやって、ほら刺さった。仕上げにスイカの種で鼻をつけるわよ。あれ、これってもしかして、さっきくり抜いたスイカと好きなフルーツ、余ったバナナも輪切りにして口の中に入れたら、じゃーん、ノイズスイカの完成よ。わー、ノイズがスイカになっちゃった。だから歯がギザギザだったのか。スイカになるとなんか可愛いね。フルーツは一口サイズになっているから手を汚さずに食べることができるわよ。さあ、みんなでフルーツパーティーしましょう。やったー、スイカ美味しい。やっぱりバナナって最高。ノイズの形になっているから面白くって楽しく食べられるね。みんなもお家で挑戦してフルーツパーティーしてみてね。サイズのも作って、全部バナナで。そうだ、フルーティー。カロリー、お腹すいた。僕も。それじゃあ私がオムライスを作ってあげるわ。やったー、つくもありがとう。くもりん、お買い物行ってきてもらえるかしら。いいよ。それじゃあ卵とピーマンと玉ねぎを買ってきてもらえるかしら。オッケー、僕も一緒に行ってきます。あ、くもりん、一人で大丈夫かな。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。お買い物、お買い物、スーパーに到着。何を買うんだっけ。オムライスだから、卵、あとはピーマンだね。あれ、赤と黄色と緑があるけど、どれがピーマンかわからないよ。でも形は同じだから全部ピーマンか。あとは何だっけ。ありがとう。どうしよう。かわいい。マッサンさん、そんなに泣いてどうしたの。何を買えばいいのか忘れちゃったんだ。ちょっと見せて。あれ、これはピーマンじゃないよ。そうなの。赤と黄色はパプリカ、ピーマンは緑色だよ。間違えちゃった。大丈夫大丈夫。それからトウモロコシは頼まれてないよね。あ、そっか、僕間違えてばっかりだ。くもりん、失敗はみんなするから大丈夫。何回もチャレンジして覚えよう。さんさん、ありがとう。あとは玉ねぎが足りないね。そっか、玉ねぎか。これで大丈夫。帰ってつくもにオムライスを作ってもらおう。うん、ふぅ、重たいね。僕も限界。袋を引きずったら、くもりん大丈夫？袋が破けちゃった。僕また失敗しちゃった。なんで失敗ばっかりしちゃうんだろう。くもりん、失敗しても気にしないよ。ピーマンと玉ねぎは僕の袋に入れて、次は袋を引きずらないように気をつければ大丈夫。母さん、ありがとう。早く帰ろう。うん、ただいま。二人ともお帰りなさい。遅くなってごめんなさい。大丈夫よ、頑張ってお買い物してきてくれたのよね。くもりん偉いよ。二人ともありがとう。それじゃあオムライスを作りましょう。お野菜を小さく切って、ご飯と野菜とケチャップで。大変。くも、どうしたの。フ
食べられなくてもいいの？そうじゃなくて、ポップのケチャップを買ってきてあげるから。え、本当に？だから、落ち込まなくても大丈夫だよ。じゃあ行ってきます。今度は一人でも大丈夫そうだね。ケチャップさん、どこですか？あった！こっちは？マヨネーズか。形が似てるけど、よく見たら違うね。袋も引きずらないように持てば大丈夫。失敗しても次から気をつければ大丈夫だろう。買ってきたよ。あ、クモリンお帰り。はい、クモ。クモリンありがとう。これで美味しいオムライスが作れるわ。卵を焼いてご飯の上にかけたらオムライスの完成。僕はみんなのお水用意するね。よろしく。よいしょ。大丈夫だよ。コップは手でちゃんと持ってゆっくり水を入れればこぼれないからね。本当だ。それじゃあみんなでオムライスを食べましょう。いただきます。おいしい。そうだ、失敗しても大丈夫だよ。今日のお絵かき。